水島臨海鉄道株式会社は、岡山県倉敷市で鉄道路線を運営している鉄道事業者。略称は、MR、通称、水林水鉄、臨鉄、臨海、ピーポーなど。日本貨物鉄道、倉敷市などが出資する第三セクター方式の臨海鉄道である。第三セクターではあるが、日本民営鉄道協会に加盟している。 中国運輸局管内の民鉄では唯一貨物鉄道事業を行っており、その他旅客鉄道事業なども行っている。旅客収入は約2.9億円、貨物収入は約3.7億円と、客家の比率は概ね半々である。路線図2021年6月1日時点で、機動車11両、ディーゼル機関車3両の計14両が在籍する。 機動車ディーゼル機関車2018年オリジナルカレンダーにおいてで 701DD501DD506 の在籍が確認できる機動車ディーゼル機関車客車ディーゼル機関車大人普通旅客運賃2019年10月1日改定愛国家などの IC カードには対応しない初めて登録された汎用コンテナ正面ドアカが 四つに分かれた横長状態の四角い部位に特別な工夫が施されているために通称水島タイプと呼ばれる2003年4月22日東水島駅にて撮影水島臨海鉄道の収入源は前期の旅客収入以外にももともとは臨海鉄道の主たる任務である貨物輸送からの収入も大きな比率を占めていたしかし年を追うごとに 汎用化車のほか、タンク車による石油、化学系の輸送量は輸送環境の激動により減少し続けて厳しさを増すばかりであった。そこで、いわゆるコンテナ化に最適な貨物として逆に大量に出荷され続けてきた化成品系を中心とした各種の工業生産品を従来から使っていた5トン積み用10フィート級及び12フィート級の 小型コンテナの約2倍近く積載できる大型コンテナで新たに大量輸送する計画を立てた。これに伴い、水島地区の多彩な企業で長年にわたり、トラック貨物輸送を担当していた通運各社のうち、コンテナ化専用の汎用20フィートン型10トン、積み用の私有コンテナとして、大量の UC5 形式コンテナが昭和通運、先行、中央通運、 非資生産業のほか子会社である水島臨海通運などが保有して、いわゆる常備駅的な扱いで東水島駅に配備された。この大量のコンテナ輸送により、コンテナ車を牽引して、旧国鉄へ引き継いで貨物運賃収入を得ていた。その後、国鉄の一般化車による大規模な輸送縮小の影響により、輸送の根幹を握る国鉄は、 各種のコンテナ輸送に主軸を移し、これに伴い各種の規制を緩和して新たなコンテナ輸送の荷主を開拓し始めた。この影響と国鉄時代からの強い資本関係もあり、1984年4月に初めて鉄道輸送用として、当時急増していた袋入りの化成品樹脂粉末などの輸送需要に対応するために、すでに開発されていた通称 水島タイプと呼ばれる独特の構造を備えていた、片妻片側 L 字に片回式の汎用タイプとなる、私有コンテナを同時期に、鉄道車両や各種コンテナを大量に生産していた、富士重工にて、11個生産、導入したのが始まりである。ただし、荷主と貨物駅間でのトラックによるコンテナ輸送は、自社にトラック輸送部門がないため、すべて他社に委託していた。 外観デザインは、子会社の水島林海通運が1972年5月の初登録以来、同業者で同時期に強調してきた中央通運と共に保有する同様のコンテナの現在も続く通称、水島カラーと呼ばれるデザインではなく、社名をローマ字表記した頭文字の M を肩切った斬新なデザインを採用している。その後、 旧国鉄より私有コンテナ全ての管理業務を引き継いだ JR 貨物での登録以降により旧式となる UC5 系コンテナの一部老朽化による廃棄分の補充と輸送量増加による増備分として制度改正により新たにコンテナの内容積を新形式のメイン数字とした U31A 型5個及び U32A 型5個をそれぞれ登録している。ありがとうございます。